Alphaviation. この機体は R44 と似ていますが、何か違いはありますか？はい、こちらはタービンエンジンを搭載するロビンソン R66 です。ロビンソン社の最新の機体ですが、エンジンはあの有名なロールスロイル社が製造しています。タービンエンジンのメリットは、空気の薄い高いところに行ってもパワーが出ることで、大きな飛行機は皆タービンエンジンを使用しています。 R44 より多い5人も乗れて、荷物室も広く、今後 R22 や R44 と同じようにベストセラー機になるでしょう。ヘリポートのすぐ北側と南側でも離着陸の訓練ができます。離陸してすぐに訓練区域に入れるのは東港だけです。時間の無駄が全くありません。オートローテーション、夜間飛行など全ての訓練が東港のヘリポートでできます。